マースケチャンネルです。今ですね、先日車購入の、予約をしました車屋さんから、車のね、整備も終わってできたよということで、いつ取りに来るっていう電話がありました。まあ、明日ね、お客さんが、10時過ぎから来るということで、じゃあ早い方がいいということで、明日の朝、9時に取りに行くことになりました。先日もお話ししましたけど、今ね乗ってるこの車はスズキ MR ワゴンですけど、今度は、外見はスズキで中身が日産。僕はね日産車は初めてなんですけれども、日産車の、日産モコ、モコのルージュということでピンク色の車を購入しました。というわけでですね、今車の中に積んである、荷物を今掃除して、いるところです。ほとんどね、荷物はそんなにねないので、簡単に終わってしまったんですけども、ちょっと名残、惜しい部分もありますが、ちょっとね今僕が乗ってきたその証としまして、どんな状態、まるまる2年乗ったんですけどね。一昨年の10月から乗ったんで、まるまる2年近く経つんですけれども、どんな状態かっていうのを、お見せしたいと思います。はい、まず出まして。はい、ということで、なんでタイヤがここにあるかって言いますと、先日ね、パンクしまして、で、自分でね、取り替えようと思ったら、これアルミホイールがねアルミなので、うちにある工具で取れなくて、車にね工具あるはずだと思ったんですが、見当たらないんですよ。いや、どこにあるのかと思ったら、ここにね、ここに、スペアタイヤが入っている場所なんですけど、それの蓋の上のところにね工具がついたので、それでなんとか開けて、取り替えたんですが、もう売ってしまうからね、タイヤ交換もしなくていいやということで、交換しないままスペアタイヤを今つけてあります。はい、というわけで今スペアタイヤがついている状態です。で、これね、エンブレムがついて、普通ここにスズキのエンブレムついてるじゃないですか。最初からついてないんですね。で、後からね調べて分かったんですけども、こういう MR ワゴンとかモコっていうのはラジエーターがね弱いらしいんですけども、この車もねラジエーターがこう、ぶつかってはいないと思うんですけども、曲がってて、それが原因で、配管がこう押さえつけられて、エアの流れが悪くてエアコンが効かないという状態になってました。はい、やりました。で、今度は自分でねできそうだったらやってみるし、できなかったらできないんですけども、最初にね動画に しましたけど、ここのエアコンじゃないか、ステレオ、古いやつので MD と、CD がついてるんですけども、 CD も使えなくて、中にね古い前の持ち主の、方が入れっぱなしになってたその CD が入ってたくらいで動かないのと、この MD も動きません。使えるのはこのラジオだけですということで、これを取り替えたかったんですけど、これがですね、この車の前に見た時にはですね、なんかこの辺の板外してなんかネジを回してなんていうのを見たんですが、まだ別の動画で見たらね、ここのところに工具を挟めばこれ簡単に外れるっていうんですが、僕にはちょっとこれできなくて、本当はね車の中でその音楽を聴くのが好きで CD もいっぱいね前の車ではいっぱい持ってたんですけども、結局ねなかなかね取り替えることができなかったので、2年間ラジオでこう我慢してしまいました。今度の車一応ね見たら CD が付いてたんですけど、果たして動くかどうかは中古なので分かりません。動かなかったら今度はね、
安いカーステレオ、ね、取り付けたいなというふうに思ってます。でちょっとね見たんですけど、今度はこう形がね、またあの動画の方で説明したいと思いますけど、形がね違うんですよ。この車は確かね平成11年モデルなんですけども、今度の、車は、まあ、MR ワゴンにしてもにすると、平成、21年モデルなんで、この車よりは新しいんです。で今ここにねギアがついて、これエア、オートマの、ギアがついてますけど、今度はここになんかねついてましたね。でいいやつですとここにナビゲーションとかついてるんですが、そんなものはついてません。でエアコンもいいやつだとエアコンついてますけど、そんなものはついてませんが、まあ、これとねあんまり変わりなく。でこの車はここにねケースあるんですけど、多分ですけど、もうちょっと動画とかで見るとここにもねもう一個なんか ここにももう一個なんか小物入れみたいなのがねついてるような気がします。いや気がしますっていうかついてると思います。はい、というわけでこの車まあ本当かどうかは分かりませんけど、買った時3万3000キロで、購入しまして、今5万ね、2000キロ弱ぐらい乗りましたので、まあ、1年間に1万キロしか乗りませんでした。昔はね年に2万2000キロなので月平均2万、2000キロぐらいはね乗ってたんですけど、今はね、その余裕もなくて、乗ってませんけれども、毎月年に1万キロという、走行距離です。はい、この車もね考えてみれば、まあ、そこそこね2年の間にいろんな思い出がありました。なんといってもね、これは今年ですか、ショッピングセンターに行く途中になんか匂うなと思ったら、家のね、庭のところに猫のうんこを踏んじゃってまして、ここカーペットがベッドになっちゃいまして、これ丸ごと洗ったりとか。パンクもねこのようにしましたし、いろいろとの思い出のある、まあ、車でしたけれどもね、まあ、2年間、まあ、楽しいね、思い出を作ってくれたということで、この車にもねありがとうということで感謝をね、込めて、まあ今動画を撮っているというわけです。はい、でこの車はねエアコン、去年とおととしと、ね、2年間、まあ、なんとかエアコンねつかなくて我慢しちゃいまして、今年の、4月今から3ヶ月4ヶ月前にやっとガスを入れたばかりで、今年の夏はそのおかげさまでそのガスを入れたことで、快適に走れば涼しくなるということで快適に過ごすことができました。なんだか知りませんけど止まると暑くなるということで効きが悪いというねエアコンですが、なんとか頑張りました。はい、というわけで、明日、9時には新しい車を取りに行きますということで、その前の最後の、ドナドナ前の、車の、お話でした。この動画がね万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。